ちゃめちゃさんとの関係、今思い返してみると、どんなこと話してたかなっていう感じはするんですけど、最近出会ったらもう子供の話しかしない親バカおじさんみたいなイメージが強いですね。2018年の春くらいから同じチームでやり始めたのかな。それ以降もナプさんはナプさんなんで特に連絡をすることもなく、もうだって俺あいつのツイッターの DM メモ代わりにしてるからな、必要な時に。ライバル心よりも同窓会みたいなイメージがありますね。まあ CGA に限らずなんですけど、それこそ昔いたきなつくんとかあいのくん負けたくないと思うし、見せてやろうみたいな気持ちにはなりますね。はちゃめちゃ足が速い。スローけどに入れた。さあ選手の結果使った後、さあインペイル、ファイナルチャプター、旋風演武からフラッシュアウト、選択しますが逃がさないフェンデル。大会でスターナー使った試合で、僕が殴れるところにいるのに、グーって自分から離れたところまで持っていくのを大会で見て、懐かしいって思いました。スローを入れて、ユーヒャフラッシュアウト、さあラップが横からやってきうわ、て、完璧！アルティメットで崩壊！これがラップ！まあ、ナプさんのビッグプレーは、ケチョンケチョンに負けてるときに、ビッグプレーをしないと勝てないみたいな状況で、決まったら、それはかっこいいけど、決まらずにそれこそ負けてるから、決まったときだけピックアップされるや、それはかっこいいよね。特に俺らはきっとボコボコにするだろうから、逆にそこを警戒しないといけないかもしれないですね。はちゃめちゃさん、最近忙しいと思うんで、ロールのことを忘れてないか心配です。ナプさんへのメッセージ。まあ、いてもいなくても変わらないんで、メッセージも何もないんですけど、まあ、何かな？お疲れ様です。それでは勝利しました。フェンネルよりハチャメチャ選手にお越しいただきました。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、先ほどの試合の感想をお伺いしてもよろしいでしょうか。まあそうですね。まあ、3戦まとめてだと、なんかちょっと、長くなる試合が多かったんで、もっと、まあ負けてる試合は頑張って引き残してたけど、3戦目とか、もっと簡単に行く試合だったと思うんですけど、まあ僕らも3戦目で、まあ勝ち切ろうっていう意識が多分強すぎて、なんか、逆に、なんだろう、安全に行こうだったのが逆になんか、ピリピリしだして、なんか、うまくいかないファイトが何個か続いたんで、まあそういうのを含めてちょっと反省点がある。だったかなと思います。なるほど、ありがとうございます。今日の試合は注目試合ということで、ナップ選手とのインタビュー動画アップされていましたが、ナップ選手が、はちゃめちゃ選手は最近忙しいので、ロールのことを忘れていないか心配ですというふうにおっしゃってたんですけれども、試合を終えてナップ選手に言い返したいこととかってありますか？いや、まあ実際週末とかは試合終わった日とかその次の日とか休みなんですけど、はい。家に帰って子供の相手をしているんで、で、当然、まあ、週に1回とか2週間に1回しか帰れないんで、嫁はその時、お前が全部やれみたいな感じで、子供丸投げされて、俺は一日中息子と遊んでるんですけど、まあ、要するにロールなんて一つも触れないわけですよ。なるほど。まあ、それにもかかわらず、休みなくロールしている方たちにも別に負けてないんで、しかも CGA さんも別に7日間ロールしてたところで別に勝ててないようなので、まあね。量より質じゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。はちゃめちゃ選手、先ほどもお子さんと遊んでいるという話もありましたが、チームの中でもお父さん的存在だと思うんですけれども、今シーズンのフェンネルの新人選手やチームの雰囲気、教えていただけますか？そうだな、まあ、リキャップはいつもの通り、なんか宇宙人なんで別に置いとくとして、コーポラル選手が、なんだろう、いい感じに悪ガキなんですよね。ああ、そうなんですね。もうなんか、はい。なんていう説明したらいいんだろうな。うん。いい味出してるんだよな、あいつ。説明しづらいんですけなるほど、ど、ムードメーカーなん的なか、存在ですかね。まあ割と、はそう、なんか、ちょろっちょろってなんかこう、煽ってくるんですよ。で、キャップさんの、ソロキューとか後ろで見ながら、ああ、これができないかー、とか言いながら、ああ、めぐみんが欲しいなーとか言ってるんですよね。あ、めぐみだったら優勝してたなーとか言ってるんですよ、後ろで。なるほど。まあ、そんな感じで、ここで、まあ、あとは、まあ、タナとレオは、まあ、タナとかも、まあ、なんか結構、ちょっと面白いこと言ったりする感じだけど、基本真面目なやつで、レオはまだ日本語が、まあ、タナは前多分インタビューで日本アニメ見てたら日本語覚えてわけわからんこと言ってたんで、日本語喋れるんですけど、レオに関しては、まあ、今頑張って覚えてて、結構今フィードバックとか全部日本語でできるようになってきて、まあ、ぶっちゃけすごいなと思いながら見てるんですけど、すごいですね。まあ、まだそんな冗談とか言えるレベルの日本語じゃないんで、まあ、はい。
そう、なんか、まだ打ち解けきれてはないかなって感じですけど。なるほど、なるほど。そんな感じですね。もうすごく仲の良さがすごく伝わってきます。ありがとうございます。試合内容になりますが、今日は勝ち負け勝ちという結果でしたが、2試合目の後はどんなフィードバックがチームでありましたか？2試合目の後のフィードバック自体はそんなになくて、はい、あの、ピックをちょっと変えようみたいな。ファンピック。そう。で、まあ、あの時、2戦目の構成で、ウーコンを止めきれるキャラが、僕のリシンしかなくて、でも序盤ちょっと事故ってウーコンが育ちすぎちゃったんで、止める前に破壊されてるみたいな状況が続いてて、それを修正しに行きましたね。なるほど、ね。で、まあ、グラガスで全部ケアできる、もうやれるから、そっちでやろうみたいな感じでやってました。なるほど。ドラフトからこう修正していこうという話があったということで、ありがとうございます。お願いします。はい。それではですね、まあ、注目試合ということで、マッチオブザウィークの動画あったと思うんですけれども、こう、かなり、ナップ選手のバチバチな例が、特徴的でした。まあ、それでね、やっぱりその過去のチームメイトを意識しているよということだったんですけれども、今回、チャンピオンのピック、最初の方はリーシンとかエリスということで、かなり強気なピックが多かったなと思ったんですけど、これは何か意識されたんでしょうか？エリスは純粋に今、空いてたら取るピックなんで、どこを見ても別に特に何も言うことないんですけど、リーシンはなんかちょっと調子になってましたよね。やっぱりなんかこう意識して、なんか選択肢は何個かあった中、はい、もう僕がリーシンって言ったわけじゃないですよ。まあ、選択肢が3つ4つくらいあって、はい、でもその中にリーシンがあって、もう考えてたんだけど、どれがいいかなーって思ってたら、最後3秒くらいやったらコーチがリーシン行こうって。おー。はい、前からコーチから。感じでやってました。したらちょっと事故っちゃったんで、またちょっと、また次見るのはだいぶ先になる可能性がありますけど、それはそうとして、こんな感じです。また次も期待しています。はい、そしてですね、リフトヘラルドの一つ目のファイトをですね、そのタイミングで、まだこう、グラガスがレベル5のタイミングだったりとか、まあ、チームが全体的に、レッドゲーム中心のチームだっただけに、結構きつそうかなとも思ったんですけど、あのあたりはどういう判断で、ヘラルドファイトになったんでしょうか？あの時は、ボットレーンが先に、こっちのボットレーンが押して、先に動けるタイミングだったので、で、ウーコンも確か、レベル5だったんですよ。で、まあ、その後ミッドで経験値って6になったんですけど、まあ、こっち人数差があるであいから、まあ、レベル差あっても、見れるみたいな、こっちが先に来てしまって5対3で、まあ、サポートとボットが相手もちょっと後から寄ってくるけど、その時間差を使ってヘラルドやりきって、そこで無理に来たら、まあ、戦って、だいたいそのタイミングって戦ってヘラルドなり敵をキルしたりしたら6になるんで、それを見て判定にした。これ多分先週の試合でもなんか似たようなのがあったと思うんですけど、そんな感じで、まあ、ボットの主導権を使ってタイミング合わせてやろうみたいな話でした。なるほど、ありがとうございます。そして、さらにまあ集団戦の話になるんですけれども、もう結構試合展開もシーソーゲームの展開で、どうなるかわからないっていう中での最後の集団戦、どういうふうにしてこう戦っていこうっていうのはコミュニケーションあったんでしょうか？あ、そうだ、なんか結局僕らそのレイトゲーム構成だけど、さっきのヘラルドファイト勝ったりして、正直もうあの構成で序盤ファイト勝っちゃったら勝ちみたいなとこあるんで、もっと簡単なゲームだった気がしてたんですけど、やっぱ3戦目でちょっと硬くなってた、負けた、これで負けたら終わりで、ちょっと硬くなってたところも多分みんなあって、安全にってやってた結果、なんかなんだろう、その緊張、なんだろう、風船が、その、一個の刺激で割れちゃったみたいな感じのファイトが起きちゃって、で、変になんか、変な、なんか雑な森の中での、遭遇戦みたいなのをやっちゃって、それで負けてたんで、普通に前からやろうって。前からやったら、絶対負けないから、で、ゼリーがダメージ出せる形にしてあげて、普通にそうやってやったら、勝てるから、そうやってやろうって言って、ファイトしましたね。一旦落ち着いたっていうのが大事だったってことですかね。そうですね。ありがとうございます。最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。そうっすね、知り合いの DM をメモ代わりにするのは結構おすすめなんで、みんな真似するといいと思います。ちなみにどんなことをメモしてるんですか？なんか見たら、はい、なんだっけ、なんか当時もらった
あのスーパーアカウント の, あのログイン情報とかを結構大事な情報じゃないですか。そうゲーミングハウスのパソコンにはメモってあるんですけど、はい、家に帰った時に分かんなくなるからちょっと DM で置いといて家のツイッター開いたらそこで見れるみたいなしたり、あとなんか LINE の, あの QR コードが貼って、誰のか知らないんですけど、正直覚えてないから誰の QR コードか分かんないけど、なんか誰かの誰なんだろうな、あれ誰か知らんけど、とりあえず貼ってありましたね。まあ、どうせあいつ見てないんで別に何でもいいんですけど、なんか結構大事な個人情報をメモ代わりにこう入れてたってことなんですね。まあなんか最悪、まあ多分最悪流れたところで、まあギリ大丈夫な LINE で、かつまあどうせ流れないからナップさんそんなことしないから、まあ、信頼もあってのっていうことなんですね。そうですね、信頼があって大丈夫大丈夫。そうですね、知らんけど。ありがとうございます。それではジョリーインタビューは以上となります。はちゃめちゃ選手ありがとうございました。ありがとうございました。それでは戦国ゲーミングよりエグト選手にお越しいただきました。インタビューよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、物理選手おめでとうございます。 LJL デビュー戦を終えての感想をお願いいたします。はい、いやー、もう本当にありきたりな答えなんですけど、はい、とても緊張しましたし、とても嬉しかったです。おめでとうございます。すごく緊張なさったということなんですけれども、ジェイス相手にこうサイオンでソロキルするなど素晴らしいプレーも見られましたが、実際に戦ってみてどうでしたか？そうですね、もともとジェイス対サイオンっていうマッチアップが僕たちのチームの中だと結構有利なマッチアップっていうことで今回出したんですけど、はい、まあ、マッチアップ通りにできたのかなって思います。ありがとうございます。こんな選手になりたいなどの目標はあったりしますか？そうですね、やっぱりまあ同じチームの、まあ、パズ選手のような、まあ、選手になりたいです。そうなんですね、ありがとうございます。以前はエグト選手ミッドレーナーとしてアカデミーに出場していたというふうにあのお聞きしたんですけれども、今日まででどんな準備をしてきたんですか？そうですね、まあ、特に準備っていうのはないんですけど、はい、やっぱり普段の練習スクリームだったり、まあ、ランクマッチだったりをプレイして練習してきました。そうだったんですね、ありがとうございます。お願いします。はい、エグト選手は、ま、アカデミーに出られてたことはあると思うんですけれども、ま、今年から LGL デビューということで、ま、どういう経緯でこう戦国ゲーミングに加入したとかはあるんでしょうか？そうですね、僕がもともとアカデミー終わった後にミッドとして結構チームを探していたんですけれど、探しているときにパズ選手からの推薦でうちのトップに来てもないか来てもらわないかっていう話が上がったみたいで、それで入りました。なるほど。パズ選手からの推薦があったんですね。ちなみにこう、はい、本日もサイオン使われてたんですけれども、これはもうもしかしたらパズ選手からの直伝とかだったりするんですか？まあそうですね、やっぱパズ選手サイオンうまいのでよく参考にさせてもらった。しっかり参考にしたと、ありがとうございます。そしてですね、まあ、試合に入る前とか、まあ、パズ選手リーパーのコーチとかから何か声をかけられたとかはありましたか？やっぱり初戦ということで緊張するんじゃないかとか、まあ、チームメンバーが強いから、まあ、トップ、まあ、頑張ってみたいな感じで最初に声かけられました。とても、まあ、心の支えっていうかになったんでありがたかったです。ありがとうございます。そしてですね、まあ、江口選手といえばやっぱりその別タイトルでのプロ経験があるというのがかなり特徴かなとも思うんですけれども、そうした経験っていうのはやっぱり、ロールでも生きてる感じなんでしょうかね？そうですね、やっぱ直接は関係ないんですけど、そのスクリーム の, そのコミュニケーションだったりとか、そのフィードバックっていう部分だとやっぱり通ずるものがあったので、そこは結構前プロやってたのが響いてるのかなっていうのは少し思います。なんでしょうね、そのエグト選手の噂をちょっと聞いてるんですけれども、結構短い期間でチャレンジャーに到達したりとかっていうような情報もあって、そこの成長速度的な部分で生きてきてるってことなんでしょうかね？はい、多分そういうとこに少し影響があったと思います。ありがとうございます。まあ、それでは最後にですね、まあ、これから LJL どんどん出てくる機会も多くなると思うんですけれども、どういうプレーをしたいとかっていうのはあったりしますか？そうですね、まあ、やっぱどういうプレーってやると難しいんですけど、やっぱ安定した
安定して勝てるようなプレイヤーになりたいです。ありがとうございます。最後に戦国ゲーミングを応援してくださるファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、まだ本当に僕実力的にはまだまだで本当新人でまたよりないかもしれないんですけど、これから頑張っていくので皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは勝利インタビューは以上となります。エグト選手ありがとうございました。